どうも大将です。今日はジョニーウォーカーブラックラベルの12年シェリーエディションというちょっと前に出た限定品がちょっと手に入ったんでこいつを開けていきます。ジョニーウォーカーブラックラベルの12年の限定品なんですけど、なんかいろいろね種類は出てるんですけどね、これがね2018年の10月30日発売なんで約3年前に発売されて限定で出てたんで、最近はねもう全然見ないですね。ネットでまあ売ってるのは売ってますけど、ちょっと高くなってたりしますね。ちょっとね売定価でね普通に、広島のね山屋さんでね手に入ったんでね、飲んだことないんでねちょっと開けていきます。これボトルね裏何にも書いてないんでね、内容量とかしか書いてないんで、ちょっとキリンさんのねホームページ見てねちょっといろいろ書いてあるんですけど、ジョニーウォーカーブラックラベル12年シェリーエディションは12名で構成されるジョニーウォーカーのブレンダーチームの一人クリス・クラーク氏がジョニーウォーカーブラックラベルの印象的な味わいであるスモーキーさ、甘み、ウッディーさのうち特に甘みに着目しシェリー樽で熟成した原酒を大胆に用いることで甘みを表現したジョニーウォーカーブラックラベルの限定品です。で当社はモルトだけで29箇所の蒸留所の原酒を含み多様な味わいを秘めるジョニーウォーカーブラックラベルの持つ価値特徴が際立った限定品を発売することで同商品の、価値をお客様に改めて訴求するとともにウイスキー市場でのジョニーウォーカーブランドの存在感を一層高めていきます。で内容量が 700ml、 原産地スコットランド、アルコール分 40%、 原材料モルト&グレーンですね。輸入者及び取引先がキリン麦酒株式会社です。もうね結構甘い香りがねしますね。中身がね、ジョニーウォーカーブラックラベルを象徴するスモーキーさを感じさせつつ、プラムやイチジクのようなフルーティーな味わいとダークチョコレート、コーヒーを連想させる余韻が長く続きます。結構ね、甘い。スモーキーさね、あんまりないですね。ジョニーウォーカーブラックラベルのブレンドでも重要な役割を担うカーデュ蒸留所をはじめストラスミル蒸留所、いずれもスペイサイド地方、ブレアソール蒸留所、ハイランド地方などから12年以上熟成の原酒のみをブレンドしています。でパッケージがジョニーウォーカーの特徴であるスクエアボトルと斜め24度傾いたラベルデザインにシェリーを連想させる赤みを帯びた色味をあしらったデザインですね。ここはシェリーエディションって書いてあるんですね。これはちょっとブラックラベルと違うんですね。まあ、ブラックラベルにシェリー樽ちょっと多めなんですかね。色もねちょっと赤っぽい感じがしますね。シェリー原酒が入ってるんで、ちょっと香りがね、まあ、基本ブラックラベルみたいな感じですね。でもなんかちょっと甘い感じの、なんていうんですかね、フルーティーなレーズンとかチョコレートみたいな、イチジクとか書いてます。なんかそんな感じしますね。甘酸っぱい感じの、割と後味後がね、ちょっとスモーキーさあります。じゃあブラックラベル12年のシェリーエディションいただきます。乾杯。あーうまいっすね。甘いっすね結構やっぱり。で後味やっぱりブラックラベルのねスモーキーさがねきますね。あとはちょっと辛みあってアルコール感ちょっとありますね。開けたばっかりだからかもしれないですけどね、バランスがねすごいいいっすねこれは。
トとかレーズンとかね、そんな感じがして、後味スモーキーっていう、やっぱブラックラベル感ねありますね。なんか後味はほんとブラックラベルって感じのスモーキーさがありますけど、じゃあちょっとねロックやってみようと思います。じゃあロックいただきます。あ、香りはね結構なんかスモーキー感だけ、甘さはね消えましたよね。スモーキーなジョニクロっていう感じになりました。あー美味しいですね。甘さねだいぶ消えますけどね、なんか苦味のねチョコレート感っぽいようなスモーキーさとかね、ああいう感じはねあって、フルーティーさはちょっとなくなるんですけど、なんかこう苦いチョコレート食べてるようなね、そんな感じのスモーキーな感じなんですけど、苦い系なんですよ。ちょっと甘、その中にね甘みがあるみたいなね、うん、美味しいに苦味、甘い、甘苦いっていうんですかね、なんかちょっと表現難しいですけど、まあ結構ねいいと思いますね。じゃあちょっとね最後ハイボールやってみようと思います。ハイボールできました。ちょっと、作るとこねちょっと取れてなかったですね。まあこのシェリーエディションね、多分ハイボールはうまいと思いますね。このなんか甘酸っぱさとかね、後味苦味あって、ね、ちょっとねハイボール飲んでみます。うん、香りがねやっぱフルーティーなやつがね炭酸でふわっとしてきて、爽やか系な、うん、なんかこうリンゴっぽい感じのね、そんなね 甘さそんなにね、もう冷えてるんで消えてるんで、ね、ちょうどいい感じのフルーティーな爽やか感が結構香り出てますね。いただきます。ああうまいっすね。爽やかなフルーツ感っていうんですかね、レーズンとかみたいな感じだったのがもうちょっとねなんかリンゴとかああいう感じの系統になって、後味がスモーキーな感じの、ちょっとこれも足して飲んでいきます。ちょっと濃いめのハイボールいただきます。うん、まあちょっとバランスなんですかね。ちょっとロック寄りになるとやっぱり香り消えてね、苦味がちょっと出ますね。まあ好みでしょうね。僕は割とねフルーティーな感じが好きなんで、白州のハイボールみたいな感じが系統が好きなんでね、うーん4対1とかぐらいがいいかなと思いますね、あのハイボール。甘みがあってね、バランスね4対1とかぐらいにすると5対1ぐらいでもいいかもしれないですけどね、結構爽やかな感じので、後味少しピートっていう、あちょっとね値段言うの忘れてましたけどね、ちょっと高いですね。定価3000円だったと思います、確か税込み3300円。まあネットで見るとね4000円とか5000円ぐらいで売られてたりしますね。最近ちょっとねもうあんまり現物売ってるのあんまり見ないと思うんでね、僕もたまたまね酒屋巡りしてるとたまたま見っけたんで1本買ってみて、何本かあったんでね、美味しかったらもう1本ぐらい買おうかなと思って、ちょっとまた買いに行こうと思います。結構ねおすすめですね。ごちそうさまです。今日はジョニーウォーカーブラック12年のシェリーエディションで、ちょっと限定品なんです。
3年前に出た限定品を飲みました。まあ僕ねちょっと甘めが好きなんで、甘さがあって後味がねちょっとピートの感じのスモーキーな感じで、まあ、これはねちょっと気に入ったんで、またあればねもう1本ぐらい買っとこうと思います。よかったらね試してみてください。最近ねちょっとジョニーウォーカーちょっと気に入ってるんで、ジョニーウォーカーちょいちょい買ってるんですけど、また違うやつもやるんでまた見てください。じゃあまた次回。バイバイ。